気象速報です。西日本では激しい雨に要警戒です。さあ、先ほど島根県に土砂災害警戒情報が発表されました。島根県の海士町知府村に土砂災害警戒情報が発表されております。さらに大阪府には大雨警報が発表されました。大阪の阪南市三崎町に大雨警報が発表されました。では雨雲の動きを見ていきましょう。西日本方面、広く活発な雨雲がかかっています。沖方面には前線本体による雨雲、そして大阪方面、紀伊水道を通って活発な雨雲が流れ込んできております。この後も西日本は広く激しい雨が降りやすい状況が続きます。雨雲の様子についてはウェザーニュースのアプリからも最新情報を確認していただけます。雨雲レーダーでも現在の雨雲の様子とこの後の動きの予想を見ることができます。こまめに最新の情報を確認して安全なところで過ごすようにしてください。島根県の土砂災害警戒情報、そして大阪府の大雨警報についてお伝えしました。